はい、プレイクスを紹介するレモンチャンネルでございます。メタリックがやばい。今回はとにかくメタリックがやばくて、最近買ってなかった仮面ライダーのサウンド戦士シリーズを買いました。めっちゃ光ってるんだけど、そしてミニ4コマニンポートも発売されましたので、両方見ていきたいんですが、 見てこれサウンド戦士。というかこのシリーズを買うの自体も外務以来かな数年ぶりだと思うんですが、この外箱から見えるメタリック感、開けよう。とりあえず開けよう。外箱からじゃなくて実際見よう。というかラビットタンクのフィギュアって割と BCR シリーズもメタリックが強くって、ソフビの方もそこそこ光っておりますが、なんかこっち赤と青の光り方が尋常じゃないんですよ。 で、実際見るとめっちゃ光ってる。やっぱめっちゃ光ってる。ただ、ただ、プロポーションは毎度のごとく、まあまあですね。久々に買ってもプロポーションというかこの辺の作り全然変わってない。懐かしいな。安定感。で、後ろにスイッチがあって、ここも変わってない。 なないなここのアンダースーツの作りが微妙なんですよ。で、ここが分割線があることでこうやってね、動くんですけど、ここそろそろ改善しませんかプレックスさん。肌やっぱめっちゃ光ってる。BCR と比べてもこの赤色のメタリックの濃いこと、いやでもブルー側、タンク側も十分濃いかな。こっちとか成形色の部分がオールメタリック。 塗装ですからねで割と色多めなんですよねこういうサイドの部分まで入ってますし手首もしっかりメタリックカラーでバネの部分の塗装はありませんが裏側まである程度色入ってますねすっごいでソフビと比べてもめっちゃ光ってる <laughs> こんなん店頭に売ってたら気になっちゃいますよねめっちゃめちゃ光ってるなぁと思ってというかもうこのまま見よう 中には仮面ライダービルドラビットタンクフォーム単体が入ってて、ぐるっと見回すとこうで、全身の様々な箇所が綺麗にメタリック塗装されてますし、ビルドドライバーはなぜかシルバーメタリック。ビルドドライバーってシルバー要素あ、でもあるか。丸の部分と下側にシルバー要素がありますから、 そこを強調したような形で、ボトルも入ってますし、モールドもなかなか細かめ、ホルダーもありますし、電源があって、ここスイッチですね。下半身はこんな感じで、可動としてはこれ首動くんですよね。すごくないですかここの可動と腕の可動と、ここは軟質になって、 ててこちらもししますし足はさっき言った通り前後に動くんですがちょっと動き方が微妙なので基本は直立させてドンと置いて飾るものですが自立状態の見た目はこうで頭部パーツの大きさの割にはちょっと ちょっと体がシャープすぎるかな。まあ、それでも立ち姿は割と綺麗ですよね。で、前後で動かすことができるのと、これは斜めに向いてちょっと顔をずらすことで、むっちゃかっこよく見えるんですよね。やっぱかっこいいと、このシリーズの首角、ほんといい。で、これも確か定価が1000円以下で、800円とか900円とかで買ったと思います。 で、同じビルドの BCR と装備と並べると、前後サイズはちょうど中間で、こっちが14センチでこっちが17センチですから、16センチぐらいかな。もう若干上半身がビルドアップしてもいいかなと思いますけど、でも、やっぱ見た目かっこいいな。後ろ姿とか、なかなかいい感じだし。首の可動があるのが強いですよね。 足裏もすごくフラットなので、本当にドンと綺麗に立たせることができます。いい。久々に買ってもこのシリーズやっぱいいわ。で、電源オンして、起動音とかもなりませんが、ここのスイッチを押すことで、変わってねー <laughs> 数年ぶりにレビューしたけど、全然変わってない。 スピーカー、ここの辺かなあ、ここだ、スピーカー。意外と格闘っぽい音は入ってなくて、これと、カキンカキンっていう残劇音と、なんだろうね、3音目。4音目。あ、違う。4音かな ?1、2、 4 4四音ね、4音が入って、 おります、まあ、パッケージに書いてありますが、劇中で使用されている音とは異なりますが、鳴ると書いてありますので、ただ、サウンドもそろそろ変えてもいいんじゃない <laughs> もうちょっと今時っぽくしてもいいんじゃないですか触り心地はソフビより硬くって、プラスチックとソフビの間ぐらいかな。で、ここの横の画像を見ると、本体カラーはかなり近くって、頭部がもう少し小さかったら、劇中プロポーションと相当 近いですよねうん、いい商品だボタンはすごく軽くて簡単に押すことができますただね A サイド B サイドには分離しませんからフォームとしてはラビットタンク固定ですね 次はミニ4コマニンポートを開けましょう。結構ホームチェンジ系のアイテム。テンポよく発売されますね。今回はサウンドシリーズとかではありませんから、音はなんなくって、裏側にも何の説明もありませんが、中身はめっちゃ じゃ、軽い4コマ忍法灯が入ってて、まあ、でもデラックスと比べても配色まんまなんですけど、ブレード部分とかは黄色い成形色のところに4コマの忍法が乗ってて、剣先がペン先になってて、グリップ周辺はメタリックパープルで、裏側はモールドも同じような感じです。すごくないで、ここのグリップ はシルバーの塗装こそ入っておりませんが造形はほぼデラックスと比べてもそのまま小さくしたような見た目でここの黄色いトリガーの代わりに黒いトリガーがあってここ押せますね ただ、サウンドが鳴ったりとかはしなくて、押す感触のみ。でも、なかなかサイズありますよ。今、あいつをデラックスと比べても、デラックスの3分の2ぐらいの全長かな。もともとデラックス版でも発光ギミックとかはなくて、音が鳴ってここが押せるのみですから、プレックス版になると必然的にこれくらいシンプルな作りになるってことですよね。まあ、それでも見た目ほんと最高。 とはいえ、フィギュアとかにはサイズが合いませんので、ソフビーと持たせようと思っても、スケール感は全く違いますね。ま、あでも、巨大化みたいな、そういう感覚ならありなのかな。にしても、近づいてみても、シール部分の絵柄とか、ほんとデラックスまんまだなぁ。 そうしして久しぶりに買ったサウンド線シリーズ今回はメタリック塗装がとにかくこだわって塗られてて劇中スーツに近い濃いめのメタリックカラーでしたねただ本体の色とか首可動とか上半身の動きは割といいんですが下半身の分割点が相変わらずパンツ型 V 字に入ってますのでここもうちょっと変わるとさらにかっこよくなるのになっていうのと連動サウンドなんかも昔から変わってませんからある意味定番音声で安心感はありますけどそろそろもう もう一段階上にレベルアップしてほしい感はありますね以上プレックス仮面ライダービルドサウンド戦士仮面ライダービルドラビットタンクフォームとミニオンコマ忍法等の紹介でした